トヨタタンドラ。タンドラは、北米トヨタが販売する、トヨタ自動車のフルサイズピックアップトラック。日本から輸出されていた T100 の後継者として1999年に登場。T100 同様日野自動車が開発を担当、北米インディアナ工場が生産した。社名はツンドラから取られた。タンドラとプラットフォームを共有する、フルサイズ SUV、トヨタセコイアがある。 発売当初のエンジンは 5VZFE 型 3.4LV 型6気筒エンジン及びニス FE 型 4.7LV 型8気筒エンジンの2種類で、組み合わされるトランスミッションは5速、MT 及び4速 AT であった。2005年には 1GRFE 型 4.0LV 型6気筒エンジンに変更され、トランスミッションも6速、MT 及び5速 AT となった。 T100 やタコマと同様、リアにはトヨタマークが使われておらず、テールゲートにはトヨタとアルファベットで記されている。T100 よりは大型化したが、ビッグスリーを不必要に刺激しないよう、それらのフルサイズピックアップトラックよりも寸法、排気量ともにやや小さめに作られており、販売面で不利となった。ナスカークラフツマントラックシリーズ。 キャンピングワールドトラックシリーズに2004年から参戦しているトヨタチームのベース車種としても使われている2004年東京モーターショーにてコンセプトモデルフューチャートラックコンセプト展示2006年2月シカゴモーターショーでプロトタイプ展示ビッグ3のフルサイズピックアップトラックと真っ向勝負するためボディとエンジンの排気量が拡大された米国テキサス州 サンアントニオに建設したテキサス工場 TMMTX で2006年11月17日に1台目がラインオフした。そしてこの工場の所在地はテキサス州の愛称からとってローンスター一番地と名付けられた。テキサス工場はタンドラをはじめとするフルサイズピックアップが最も売れているテキサス州に新たに建てられた工場で2台目タンドラが 初めての生産モデルとなる。ちなみにこの経緯は NHK スペシャルでも放送された。現在、レギュラーキャブとダブルキャブがこのテキサス工場で生産され、クルーマックスはインディアナ工場で生産されている。テキサス工場で作られているレギュラーキャブとダブルキャブには、リアウィンドウにテキサス州の周期をモチーフにしたステッカーが貼られており、そこにはボーンインテキサス。 メイドバイテキサンズ、テキサスで生まれ、テキサス人によって作られたとある。初代に引き続き、リアには、トヨタマークが使われておらず、トヨタのアルファベットのみとなっている。2007年1月、北米国際オートショー、ネイスで市販モデルを展示、2月より販売開始。エンジンは 1GRFE 型、ニス FE 型に加え、 新開発の V8.5-7L の 3URFE 型が設定された。ライバルのビッグーが売り上げを落とす中、攻撃的なスタイルとハイパワーエンジンが功を奏した、タンドラの売り上げは、テキサス工場地元のサンアントニオを、はじめ、非常に好調であった。ところが、ライバルのインセンティブの引き上げで鈍化が始まり、現油後とリーマンショックで他社のフルサイズ車、同様売り上げを落としている。 これを受け、現在建設中のアメリカ新工場ははじめは、タンドラなどの大型車を生産する予定であったが、プリウスの生産工場へ変更となった。2009年春より、クルーマックスの生産もテキサス工場に移管されている。2010年モデルより 4.7L のニス、FE 型が廃止され、4.6L の 1UR、FE 型へ変更された。2013年2月7日、 シカゴモーターショーにて改良型の2014年モデルが発表された。拡大グリルと増強されたフェンダーのデザインが特徴で、テール周りのデザインも変更され、全体的な外観の変更が行われたが、荷台部分とドアの板金は従来のモデルからの変更はない。迫力あるデザインとすべく、ルーフラインもスポイラー部分を含めているゲートまで改良さた。内装は、 3.5インチの情報表示画面、Bluetooth 接続機能、広報カメラを特徴とするほか、さらなる人間工学を追求した、新寸法のシート、メタルパーツを多用したインパネ周りとなった。エンジンは2010年モデルと同様4.0リットル V6、4.6リットル V8、5.7リットル V8 の3種類が用意されるが、4.6リットル V6 エンジンに関しては、 最大出力 270PS377NM2010 年モデル比37馬力向上となった。サスペンションはダンパー比が改良されて乗り心地を向上させたほか、ステアリング機構の改良によりハンドルの操作性も向上した。また当モデルよりラグジュアリー性を追求した1794が追加されて前後グレード SR SR5、デミテッド、プラチナ、1794展開となり、レギュラーキャブの6.5ボックスは廃止された。2015年には、アクロ走破性を高めた、TRD プロモデルが登場すると同時に、4 0ル、V6 モデルの廃止が予定されている。1794は、絞れエシルバラード、ハイカントリーなどに追随すべく設定された。 最上級ラグジュアリーモデル。1794という名前は、タンドラの生産工場を建設する際に利用した廃牧場が、ペイン人ン入植者イグナチオによって開墾された年に由来する。1794は、西部をイメージした、レクサス同様の茶系側内装にシートヒーター、シートクーラー、電動調節機構を備えた前席、さらに一部を木製としたハンドルと、 ダッシュボードや電動サンルーフ、四角カメラを備え、カーナビやオーディオには、エチューンプレミアムの JBL サウンドシステムを搭載する。ホイールは1794ロゴのついた20インチアロイホイールを採用。またシート生地にはステッチを際立たせたスウェード調の艶出し本革があしらわれる。その他にも車内には、木目調パネルが多用される。本モデルより、通常の TRD 仕様より、 ワンランク上の仕様として、アクロ走破性を高めた TRD Pro が設定された。SR54X4 のダブルキャブ6.5または、クルーマックス5.5のオプションとして設定される。TRD Pro では通常モデルより、はるかに伸縮性を高めた、直径2.5インチのビルシュタイン製、ショックアブソーバーが全てのタイヤに装備されている。 前輪で通常より1.75インチ、後輪で1.83インチ伸縮幅が多くなっており、サスペンションの圧縮により硬さを調整する3段階、減衰機構を有している。このショックアブソーバーにより、前席地上高が通常仕様より2インチ高くなっている。前コイルスプリングは、サスペンションの状態に応じて、衝撃吸収性を高めるようになっている。 TRD Pro にはこの他0.25インチの厚みを持つフロントスキットプレートと TRD キャットバックエキゾーストシステムを有する。また、通常のエンブレムの代わりにランドクルーザー70などに見られるようなトヨタのロゴが黒文字で入り、グリルも車体色と同色のものが採用される。通常の TRD ロゴがシフトノブにあしらわれ、 TRD プロロゴも2台部分の横側に入れられる。インテリアは赤ステッチが際立つドアハンドルにカーナビゲーション付きエチューンプレミム音響システムが導入され、TRD プロ独自の内装品を数多く採用する。タイヤは P275、65から18のミシュラン製 LTXA、T2 ホイールは TRD センターキャップ付けの黒色ホイールが採用される。 色は、インフェルの、アティチュードブラックメタリック、スーパーホワイトの3色が設定される。初代のみ、トヨタグループのセントラル自動車が、タンドラの日本への並行輸入、販売を行っていた。同時にタンドラを、キャンピング仕様のエクスクルーザーとして、プレジャー及び、ラウド仮装し販売していたが、2008年に、キャンピングカー事業から撤退。そのため現在は、 販売業者単位での並行輸入が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。